はい、どうも、秘密結社兵神総帥ハッチーでございます。今回は日経新春杯のハンデチェックということでですね、まあ、G2 のハンデ戦が3つあるうちの京都でやる1つが、まあ、日経新春杯、あとは東京の千葉2500でやる目黒記念とアルゼンチン共和国杯、この3つが、ね、G2 のハンデ戦となっています。まあ、なのでね、ハンデ戦の中では一番こう格の高いレースというふうに言えるわけなんですが、まあ、こちらをね、ハンデを読み解いていこうということになります。というわけで、ね、今回なんですけれども、まあ、ネット競馬の想定人基準通りで、まあ、出走確定が出る前にもちょっとね、チェックは済ませてしまってんで、全部紹介してしまいたいと思います。まずはね、人基準、一番人気想定、アドマイア・ビルゴ。まあ、コバ・アボバ換算で56キロのハンデを背負ってのオープン勝ちで、まあ、実際には3歳の10月で2キロ減ということで、54キロのオープン勝ちから、まあ、56キロ走換算で勝ってますから、まあ、オープン勝ち56が繰り返しという形での57から4歳1月で1キロ減56キロ、まあ、想定通りのハンデではあるんですが、引き続きちょっと1キロもられているかなという気もちょっとしてしまうところ、ただしこれはハンデキャッパーの期待の表れかなというハンデでもあるんで、まあ、ここまでは順調に突破してほしいなというふうに思っております。まあ、そして4番人気クラージュゲディエ。まあ、前走対コバ初の馬券圏内となりました。となってくると、もともと世代重賞の勝ち世代でね、重賞勝ってる馬ですから、まあその実績からすれば56というハンデの方が妥当なところ、金走不振により1キロ減となっていたのが戻されての56キロという金量になってくるということですね。まあ、そして5番人気里のインプレッサ、想定55キロだったんですね。まあ、世代重賞勝ち、ただまあプラスダービー4着ほか実績馬ということでプラス1キロ、繰り返しの実績でプラス1キロとなっているようですね。まあ、そしてダイワキャグニーなんですが、まあ、重賞勝ちの前から、ハンデ戦すでに 57.5 というハンデでした。まあ、そこから、ね、重賞勝ったり2着があったりして繰り返しの実績という形に、ね、読めなくもなかったんですが、 57.5 据え置きとなっております。まあ、ハンデ戦このね、57を超えた金量で重賞構想するようだったら、またさらに増量もあるのかななんていうところですかね。まあ、そしてウィンマイティ7番人気、まあ、限定オープン勝ちが55キロから牝馬マイナス2の4歳1月マイナス1で、まあ、52かなと思ってたら、まあ、プラス G13 着っていうのはね、またこれも G1 は3着でもね、ちょっと金量に影響してきたりするんで、まあ、繰り返しの金量増ということで53キロ。そして9番にキレクセランスなんですが、これは世代のオープン勝ちが55キロという想定がされるところに、さらに4歳の1月でマイナス1キロ、4歳ということでの54キロ想定通りのハンデだと思われます。まあ、続いてですね、後半2枚目の紙に行きますが、11番に希少流行くぞ。準オープン在籍で52キロなんですが、準オープンでの戦績が2着2回3着1回と、まあオープンに入っててもおかしくはない馬ということで、1キロ増量53キロの金量での出走予定となります。でロサグラウカなんですが、まあ、昇級後4戦が2桁着順、まあ、1キロ減も妥当な範囲ということで、まあ、こちらね、ダイヤモンドステークス52キロで去年出走して以来のハンデ戦となりますが、1キロ減のタイミングとなっています。そしてエアウィンザー、一昨年の大阪杯5着を最後に掲示板も1回もないということで、1キロ減56キロというハンデがつきついたのも妥当だと思われます。17番人気シンボ、準オープン在籍で、まあ、明け4歳1キロ減、まあ、52キロから1キロ減の51、これは実績通りのハンデといえばそうなんですが、まあ、札幌日経オープン4着というね、別邸オープン4着の実績からすれば非常に軽いハンデなので、これは注目しておく必要があると思います。まあ、そして18番人気リンディーホップ、まあ、オープン入り初戦の牝馬ですからね、52キロという金量が実績通りということができると思います。まあ、ですので、まあ、ロサグラウカそしてシンボあたりが、まあ、この中では比較的ハンデに恵まれたかなと。ちょっとねこの辺は増量している馬が多いので、後半ロサグラウカシンボこのあたりを中心に注目をしていきたいなというふうに思っております。まあ、そんなわけでね、こんなハンデチェックもね毎回やっていきますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。